はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。さあ始まりました新イベント、滅竜士のイベント。現在の状況なんですけども、ゲートクリアレベルは訓練の間がレベル2と、ご褒美段位の間はまだ出てきていません。まだ始まったばかり。もちろんですね、スペシャルアイコンゲットまで頑張っていきますよ。さあ隠しステージやっていきます。ステージ11で10コンボ以上を達成、こちらやっていきます。さあパーティーはですね、こんなパーティーでいきます。お祭りエンラエンラ、攻撃力アップです。自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる。放浪士、幻を呼び出す、これ面白いよね。そしてお爆様、単体サボり、そしてホイランですね、回復です。リュータ純真タップでデカプに周囲を消す、最強です。 G まで打てます。そしてダブルスキル、まだ解放できていません。さあこのパーティーでいきます。今日はですね、隠しステージの攻略、そしてレアキャラね、こちらやっていきます。一応ですね、詳細については動画の概要欄にもまとめておきます。さあ今回はね、マップ結構懐かしい昔のねキャラがたくさん出てきます。なので、昔からプニプニやっている人もそうだし、最近始めた方もですね、結構楽しめるイベントじゃないかなと思います。そして今回一応新キャラとしてね、いろいろ登場してきていますが、昔のキャラの違うバージョンみたいな感じでね出てきています。ということで、まだねガチャからキャラゲットできていないんで、昔のキャラバージョンを使ってねやってます。でも昔のキャラでもね強いというか十分使えるんだよね。エンラエンラもですね、いろんなバージョンがあります。そしてこの幻とかもね、あんまり使う機会今ないんだよね。オイランはね S ランクなんだけど、結構ね回復量が多いので、使う機会あるかなっていうね気がします。さあ行きましたね。さあこのリュータが強え。さあなんとかねクリアすることができました。今回はでもさ、マップではワイポイントは稼げません。ワイポイントはね、間を周回しないといけないっていうね、だからマップあんまりこのやり込み要素的にはね厳しいものがあります。さあクリアしました。隠しルートを解放、10コンボ以上。さあゲートも開けました。さあ何がいるんだい。おっと、こんなパーティーでいきます。閉じコウモリですね、今限界突破2です。もちろん10突目指していきます。そして引きコウモリ、これね面白い、一定時間出なくなる。そして宿コウモリ、サボりです。コウモリ系でいきます。覚醒引きコウモリ、これ強いんですよ。そしてイケメン魚ですね、技ゲージを多く貯める。さあ相手は閉じコウモリと。さあ A ランク肉です。これはちょっと周回していきましょうか。限界突破ね目指していきますよ。さあコウモリ系キャラということで、薄ら影っぱです。さあワンフィーバーでいけるかな。どっちかっていうとね、このコウモリ系のキャラってね、サポート系だよね。覚醒引きコウモリはね、攻撃力ある程度あるんだけど、他のキャラはもっぱらサポート系です。この一定時間ね消えるとかね、結構ね使い方によっては面白いかなと思います。最近でもやっぱりランクのさ低いキャラって各自ステージの強敵とかでは使えないんで、あんまり使う機会正直ないんだけどね。さあ技ゲージ多く貯めて必殺技出していく、サーボリ、そして消えます。これでプニがね1種類減るんで、結構つなげやすくなったりするんだよね。さあ覚醒。さあこれで仲間になってくれるのか。いきましたね。さあどうだ、落ちない、何も落とさない。そして初回クリアはオレンジコインゲットです。さあレベルも上げていきます。さあレアキャラなんですけども、
まあ、結構ねいろんなステージで出てきます。通常ステージのねそよ風ヒルズでも出てきます。こちら逆上魚ですね、 A ランク。これは結構レア、あんまり持っている人少ないんじゃないかな。プニプニをね結構昔からやっている人は、まあ、そよ風ヒルズとかでね周回してて持っているかもしれないけども、あまりねイベントとかでは出てこないんで結構レアだよね。さあ必殺技連発していく。できればアイテム付きで落ちてほしい。来ませんねなかなか厳しい。さあクリアしました。マップ進めていきます。さあ今ね竜太育てています。さあ隠しステージ2はですね、ステージ21で一度に20分以上をつなぐ。さあやっていきましょうか。一度に20分以上なんで、まあちょっとね整地しておいて一気につなげてフィーバーインと。これでサイズ25いったでしょう。さああとはワンフィーバーでいきます。攻撃力アップして大きいの。さあサボり、今回アタッカーがねこれリュータしかいないんで回復します。回復系はね魔の攻略でねいろいろ使えますよ。さあリュータタップでデカプニ、これむっちゃ強いよね。スキルとね必殺技の組み合わせが絶妙です。さあ倒しました。さあ星集めもやっていく。初回クリアボーナスは人玉ゲット。さあ隠されたルートが解放されました。さあ隠しステージ、おモテマクール来ましたね。モテマクールは夏希ですね。 A ランク夏希なんで、これは持っていない人は周回して技レベル上げてやると、まあ妖怪をね仲間にするときに役に立つんじゃないかと思います。さあ最強夏希軍団でいきます。さあサポートとしてイケメン魚入れました。さあこれで夏希かけまくって、だから妖怪をね仲間にしたりするときにこの夏希キャラってね使うんで、まあ特にね A ランクとかランクの高い夏希持ってるといいんじゃないでしょうか。さあ必殺技出しまくり、そしてデカプに作っておいて技ゲージを置く、貯める。夏希技はですね1回のバトルで3回ずつねかけることができます。さあ行きましたね。何も落としません。さあモテマクール久しぶりにね登場しました。さあ隠しステージ3はですねステージ40でスコア70万以上を達成しよう。やっていきましょうか。70万なんでワンフィーバーですね。フィーバータイムに入って攻撃力アップ、もしくは届かないっていう人はスコアアップのねキャラも一体入れると達成しやすいかもしれません。あとは強力なアタッカーでいきます。さあまず攻撃力アップして大きいの。ウニを変化させる、そしてサーボリ回復します。そしてアタッカー、これかっこいいよね。さあタップでデカプニー、もう一発いけるか。さあこれでいきましたね、140万いきました。さあそして延長の札ゲット。さあレベル上限は解放しておきます。さあ隠されたルートが解放されました。来たぜ。さあ何がいるんだい。お闇鏡登場です。こんなパーティーでいきます。闇鏡プニを整理する、これね地味に使えるんだよね。雲外三面鏡デカプニを作る、
そしてエンラエンラ竜巻立てけしです。モテマクール夏木、そしてリューター純真使っていきます。さあ闇鏡出てきました。久々の闇鏡、これも、まあ、昔からやっている人はもう持っているでしょう。さあ最近プニプニ始めた方はこのね昔からのキャラねゲットしておくといいかと思います。闇鏡来たか。さあワンフィーバーでいきましょうか。さあプニを整理する、これ結構いいよね。さあ今ねもうマックスなので鉱物は上げられません。うまくねこの整理系使っていくとね星集めだとかねミッションがやりやすい。フィーバータイム何回以上とかねそういう時にね使います。さあ夏希もうでもねこれ以上仲間にすることはできません。さあデュータータップでデカプニー、この二刀流かっこいいよね。そしてデカプニーを作る。さあ行きましたね。さあ何か落としてくれ。何も落としません。今回のマップ渋いな。お消費必殺の秘伝書ゲット、クリア報酬嬉しいね。さあゲート行きます。さあ今回のメインのミニゲーム、さあまずは訓練の間のレベル3ですね。マップはボスしかいません。さあお助け HP いきます。このお助けはですね結構やった方が得です。送るときはね 1% で送られた方は 10% 回復なんで、これ結構美味しいよね。送り合うことでまあ周回がね結構楽になります。なので気まぐれゲートはね、まあ、おはじきもそうなんだけど結構フレンドがねたくさんいた方が攻略がしやすい。っていうか気まぐれゲートフレンドないとね HP が回復しないんでほぼほぼ無理です。無理ゲーです。さあこのリューター3体でいきましょうか。さあデカプニの技ゲージを多く貯める。ウルトラマン強いよね。そして攻撃力アップしておきの。さあ連発でいきましょうか。そして極炎も打っていく。さあダメージ的にはいったか。なんとかいきましたね。さあ 1100Y マネー10ポイントゲット、もう少し配布してほしい。さあ次はレアな間が出てくるのか。クリア報酬16ポイントお助けありがとうございます。お段位の間が来ました。レアレベル1ですね。ここは漢方で回復、攻撃力アップ無効ですね。これはちょっと厳しいぞ。行きましょうか。さあリュータにね特攻があるんで、まあちょっとワンチャンあるんじゃないか。さあ技ゲージ貯めていきます。ワンフィーバーでいきましょうか。ただ攻撃力アップは効かないんだよね。4650。さあフィーバータイム外でもいけるか。さあ回復しました。回復は一応使います。サボりは効きません。いきましたね。なんとかですね倒すことができました。 45Y マネー、そして10ポイントゲット。さあまだでも先は長いからね。26ポイント Y ポイントもね稼いでいきます。まだガチャねたくさん回さないといけません。お助けありがとうございます。